美味しく食べてどんどん脂肪を燃やすレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。そちらもお受け取りください。それでは本題に入っていきましょうね。まず1つ目、なぜということで今回このレシピの痩せるポイントをお伝えしていきます。3つあります。1つ目はあなたの腸内環境を整えてくれる材料を使ったレシピだからなんですよね。とっても大事ですよ。あなたがもし今までいろんなダイエットしてもね、なかなか痩せれない、なんでだろうっていうことがあったとしたら、あなたが悪いんじゃないんですよ。大丈夫です。あなたの腸内環境が悪くなってるだけなんです。ですからじゃあどうすればよいかというと、腸内環境が整う食べ物を食べてあげることが大事になってくるんですよね。そのレシピが今回お伝えするレシピということになります。そしてまた2つ目、代謝を促進してくれます。大事ですよね。もうどんどん年齢とともに落ちる代謝ですよ。そこをですねやっぱり放っておくことはできませんよね。しっかりと代謝を上げることで食べたものを熱量としてしっかりね変えていく力を上げていく必要がありますよね。その力をまあつけてくれるものになります。じゃあ3つ目です。脂肪の蓄積を抑えてくれる効果もあります。大事ですよね。もう1回溜め込んだ脂肪ってなかなか落ちないんですよね。なぜかというと食べるからです。食べるからこそ溜め込んだ脂肪をわざわざエネルギーに使う必要がないからなんですよね。なので脂肪をやはりですね減らすってとっても大変なことなんですよね。実はでもまずはそれ以上溜め込んだ脂肪を増やさないことですよね。その時にこのレシピが大活躍してくれるっていうことなんです。では2つ目の項目です。何をということで今回このレシピで使う材料が持つ痩せ効果についてあなたにお伝えしていきたいと思います。まずベースは納豆を使います。納豆はですねこれダイエット向きですよ。なぜかというとまずそもそも大豆が発酵している発酵食品だからなんです。この一度発酵しているっていうだけでも胃や腸にその消化にすっごく負担をかけないものになるんですよね。要は消化吸収しやすいということだけでもすごく代謝がねアップする必要に、まあ、その項目になってくるわけなんですよね。でまたその発酵食品の中に痩せ菌と呼ばれる善玉菌が多く含まれているということでこの腸内環境にとっても丸ですよね。あなたがもしね痩せたいってことであればあなたの腸内にやっぱり痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてあげる必要があるわけですよ。その逆、デブ菌と呼ばれる悪玉菌がいっぱい住み着いていたとしたらいくらあなたが頑張っても頑張ってももうどんどん太っていくっていう原因はやっぱりその悪玉菌にあるわけですから、いかにそこを減らして善玉菌、痩せ菌を増やしていけるかどうかに関わっているわけですよね。3つ目です。でいろんなねその腸内環境を整える菌ありますよ。乳酸菌だったりビフィズス菌だったりですね、その中で納豆が持つ納豆菌って何がすごいってですね、生きて腸まで届くんですよね。実はヨーグルトなど乳酸菌はなかなか最後の最後までですね行き着いてくれないんですよね。途中でもういなくなっちゃう、死滅しちゃうんですよね。でも納豆菌は熱や胃酸にすごく強いので生きたまんまあなたの腸のもう隅々までよっしゃゴールってね最後のゴールまでたどり着いてくれるのが納豆菌なわけです。ですからせっかく取っても最初にその腸に届くまでに途中でね胃酸や熱に負けてしまってもすいません私ここでリタイアですってねリタイアされてしまっては食べても食べてもやっぱり効果ってなかなか得ることできないですよね。そんな中で納豆ってなんとまあ強い存在であることかっていうことで納豆を取るというのもとても大事になってくるんです。はい、そしてまだまだ続きます納豆効果なんですけれども、大豆タンパク質が豊富なことで脂肪燃焼効果をアップしてくれるんですよね。でまた脂肪の蓄積も抑える効果があったり、私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンの、まあ、エストロゲンに似た働きをする大豆イソフラボンが取れることで脂肪燃焼効果をさらに上げてくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたりですね、そういったコレステロール値も抑えてくれるという効果
こういった効果も得ることができますから、さらに効果アップですよね。そしてまた7番目は血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もありますし、最後はあなたの食欲も抑えてくれる効果もありますから、この納豆効果でもいかにね、ダイエット効果が高いかっていうのがお分かりになったと思います。では次に使う材料は生姜になります。生姜も脂肪燃焼促進効果がありますし、太るもと糖質を取った時に急上昇する血糖値の上昇も抑えてくれます。でまたお体を温めてくれる効果がありますが、これどんどん代謝も上がって結果デトックスができて、体に溜め込んだ余計な毒素とか老廃物も全部さよならってねすることができるんですね。はい、そして次の材料は玉ねぎも使っていきます。私玉ねぎも大好きなんですけれども、玉ねぎはやっぱりですね、オリゴ糖が含まれておりますから、腸内環境を整える、成分をいっぱい含まれているお野菜になるんですよね。でまた先ほどと同じです、生姜と一緒、血糖値の急上昇も抑えてくれる効果もありますし、脂肪燃焼効果もある。またそのことで代謝が上がってくれたり、コレステロール値も下げてくれたりですね、あとむくみ改善効果もあるのが玉ねぎなんですね。はい、そして調味料は塩麹を使っていきます。塩麹はただのお塩と違って発酵した、塩ですね、発酵調味料になります。でまた酵素を多く含むものですから、もう特に酵素が足りてるってことは代謝が上がりますよね。そしてオリゴ糖を作ってくれるという効果もあるんです。では3つ目の項目です。どのようにこのレシピを作るんでしょうかということで、この項目では材料と作り方と実演を入れた動画をご準備しております。ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。まず今回お伝えするのは腸活納豆ということで、材料4人分です。まずご準備いただくのは国産の納豆4パック、塩麹大さじ4、刻んだ生姜1かけ分と刻んだ玉ねぎを、中サイズですね、1個ご準備ください。では作り方です。1番目です。生姜と玉ねぎは最初にみじん切りにしておきましょう。そして2つ目です。保存の容器にすべての材料を入れます。納豆と刻んだ生姜、玉ねぎと、あと塩麹ですよね。そしてよくね、混ぜてください。そして3番目、そのまま冷蔵庫で一旦ね、一晩置いて寝かせてあげてくださいね。そしたら翌朝もう食べ頃になっています。一度作っていただきますと、そうですね、冷蔵庫であれば長くて1週間程度は日持ちしますけれども、その環境とか季節にもよりますが、なるべくね、2、3日中には食べきってしまうのがベストだと思います。ではここから実際私が作ってる様子、実演の動画ご覧くださいね。どうぞ。
かがだったでしょうか。今回は脂肪燃焼効果の高い腸活メニューということで腸活納豆をお伝えしました。私はもう毎朝この腸活納豆ですね、あのお味噌汁の具としても入れて食べることが多いです。もちろんそのままでも美味しいですし、ご飯にのせても美味しいですし、あのお豆腐にのせても美味しいですし、もうお野菜にかけてもね、いいドレッシングのね働きをしてくれるんですけれども、私はもうダブル発酵食品ということでお味噌汁にですねいつも入れて、娘にもね毎朝その学校に行く前に食べさせてあげるんですよね。やっぱり朝って忙しいので、ちょっとそのパパッと食べれるけれどもしっかり栄養が取れて痩せ効果もあって健康的で綺麗にとか思うと、私はこの腸活納豆はお味噌汁の具としてもよく使う一品ということにしています。あなたなりのアレンジで美味しく召し上がってみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。